ワークロード・オートメーション動画シリーズへようこそこの動画では EMDB のすべてのバックアップの方法を紹介しますまず Pooty などのターミナルを使用し EM サーバーへ接続します EM ホームディレクトリーに移動します バッックアップ用のフォルダーとしてフォォルルダダとしして、emdbbcp を作成します。そしてそのディレクトリーへ移動します。それではタイプ All を引数に emutil コマンドを使用して emdb をバックアップしましょう。まず emuseremdb をパスワードを設定し Export フラックを指定し タイプオールを指定します。このタイプオールはすべてのデータをエクスポートしますがビ i m や FORCAST で利用されるジョブの実行履歴情報は含みません最後にファイル名を指定しアウトプットを書き込みます e m 8 0 0ー l と指定し Enter を クリックします EMDB エクスポートタイプオーローの完了ですそしてタイプヒストリーを引数に EM ユーティルコマンドを実行しジョブの実行履歴情報をバックアップします再度 EM ユーザー EMDB 用パスワードを指定しますそしてエクスポートフラッグを指定し今度は タイプヒストリーを指定します。最後に、出力結果は EM800 ヒストリーとします。EMDB タイプヒストリーのエクスポートが完了しました。気をつけていただきたいのは、EMDB のすべてのバックアップは、タイプオールおよびタイプヒストリーの 両方をバックアップデータとして、EMDB のリストアを行う必要があります。この点にご注意いただければと存じます。ワークロード、オートメーション、動画シリーズをご覧いただき、誠にありがとうございました。